コリアンモンスターことリュヒョンジンが開幕に連勝を挙げた。シーズン序盤の高騰で、すでに次の当板への期待が高まっている。リュヒョンジンは3日、米国カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた2019メジャーリーグサンフランシスコジャイアンツ戦に先発当板。7イニングを投げ、6日安打、な4玉。 五奪三振、に失点を記録した。ドジャースはこの試合に勝利し、リュヒョン人はシーズンに勝目を挙げた。先月29日、アリゾナダイヤモンドバックスとの開幕戦での勝利に続き、開幕に連勝だ。引き続きリュヒョン人は韓国人初となるメジャー開幕3連勝に挑戦する。次の当番は来る9日、 ミズーリ州セントルイスに位置するブッシュスタジアムで行われるセントルイスカージナルス戦いとなる可能性が高い。